はい、やればできる子、やっくんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の料理は、皆さんがあまり、得意じゃない料理として、有名な魚の煮付け。これを簡単にできるといいんじゃないかなと思いまして、今日はその動画を上げていきたいと思います。では、やってみよう。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、鯛の煮付けやっていきたいなと思います。まず、スーパーでよく売っている切り身、こちらの方を用意していただきます。そして、煮付けの中に一緒に入れたいなと思う長ネギ、こちらも、使います。じゃあ、ネギ、さっき切っときますね。ネギは、軽く刻んときます、簡単に。で、裏面。トン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 。トン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 。これで置いときます。そして、だしの中にですね、生姜入れますんで、これもね、皮、このままでいいです。このまま切ってください。薄く。よいしょ。まあ、4切れ、5切れあればいいかな。はい。じゃあちょっと場面変わります。はい、場面が変わりまして、今から煮付け用の、だしですね、割り下作りします。じゃあまず、醤油 100ml。みりん 100ml。そして、普通なら水とかを使うんですけど、私はこの煮付けは10分ぐらいでできるようにするので、早く味付けしたいということで、水は使いません。その代わり日本酒を 200ml。ということは、1対1対2っていうこの割合を覚えておいてくださいね。そして、ザラメですね。ザラメ 40g から 45g ぐらい。まあ、そこは皆さんのお好みで入れてください。そして、味の素をひとつまみ。同量の塩をひとつまみ。そして、中皿なんでね、カチカチなんで混ぜながら溶かします。火をかけることでね、早く溶けますんで。ちょっと熱いな。そして、いつも僕がしてるのは、よいしょ。これが冷めたとして、容器へ。よいしょ。入れて、冷蔵庫で保存して使います。はい。じゃあ、このタレを使って煮付けしていきましょう。はい。じゃあ、フライパンにね、鯛を入れてます。この鯛もね、皮の部分にちょっと軽く切れ目入れておりますんでね、皆さんも、普通の、こういう切り身じゃない一匹もん使う時でも切り身入れてくださいね。で、ガスつけます。そして、さっき作った割り下を上からかけます。もう満タンにしたりすると味が濃くなるだけなんで、半分もいかないぐらいでいいかな。これでかけていきます。そして、もうすぐに沸騰してきますんで、でもそこに蓋を入れます。そして、中火。うん、弱火から中火の間ぐらいかな。で、このまま待ちます。ね、普通の煮付けでやっていきますと、水とかを使って薄口醤油で、するとですね、どうしても時間かけてやらなきゃいけないと。今回の紹介している煮魚は、短時間で、できる、煮魚ということでやっております。醤油の方も、先ほど言うの忘れました。濃い口醤油を、でしております。みりんも、普通のみりんですね。みりん風じゃなくてみりんを使って。そして日本酒は、今回は辛口、使っております。でも料理酒でも別に問題はないんでね、やってみてください。あ、そうだそうだ。大事なこと忘れてました。さっき生姜入れてください。またね、タイの場合で生姜じゃなくても、ごぼうのね、ささがきでもいいんですけども。で、もう一回蓋します。このまま、ずーっと沸騰させていきます。まあ、蓋することによって、なんていうんですか、この液体がブク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 なってきてですね、全体的に回ってきます。まあ、そこまでちょっと待ってください。まあ、なんせこの煮魚もこれだけで全然ご飯と一緒に食べれるような、煮魚になります。まあ、水を使わないということは、どういうことかと言いますと、まあ、言えば表面の部分を味を濃く煮つけてっていう形になるって言った方がいいんですかね。じっくり時間かけて中まで浸透させていくっていうやり方もありますけども、今回はスピード勝負の、煮魚なんで、まあ、イメージとしては表面の部分に、濃いタレが、ついて、それをつけて食べるっていう感じになるかなというふうにイメージつけてくれたらいいと思います。でも、むっちゃうまいっす。うちでも、食べてもらう、皆さんにはもう大好評と、やっくんの煮付けはうまいねと、それを今日は内緒で公表しておりますんで、よろしくお願いいたします。そう言うてるうちにだんだんブクブクしてきましたね。今で約3分ちょっと経ったぐらいかな。じゃあここで長ネギもちょっと入れておきましょうか。よいしょ。最近いろんなお客さんに聞いてるんですけども、やっぱし今コロナの状況でね、家で待機してるっていうのがやっぱし肥満と、そこで料理いろいろ覚えたいなっていう、ことがあったんでね。で、今回は、簡単にできる、商品として煮魚、この簡単スピーディーにできる煮魚を教えておりますようでおかしいね、情報をお伝えしております。いい感じだね。もうちょっとあれでしょうか。ちょっと強火にします。ちょっとブクブク感がちょっと弱かったんで、もうすぐ5分ですかね。意外に早いですね、時間経つの。さあ、どうでしょう。はい、じゃあここでスプーンでも何でもいいんですけども、お玉でもいいんですけども、タレを上にかけながら色が旬できてると思うんですけど、これはね、やっぱ水を使わないからでしょうね。で出来具合いうのは基本このタレをちょっと舐めてみてください。じゃあちょうどいい甘い感じの美味しいなっていう感じになった時がちょうど出来合いですね。やりすぎるとほんまに辛いだけ。このちょうど具合は皆さんの好みで調べてください。うん、ちょうどいいな。まあ、ちょっと最後にちょっと蓋をしてと。では完成するんで盛り付けタイムに行きます。はい、じゃあ蓋開けますね。そういい感じっすね。よいしょ。では盛り付けましょう。まあ一人前ですから一切れだけします。よいしょ。そしておっとっとっと、ネギをのっけて、そしてタレ上からはい、できました。簡単にスピーディーにできるタイの煮付け、もしくは皆さんが使う魚の煮付けでお試しください。ぜひよろしくお願いいたします。今日は煮付け、スピーディーにできる煮付けご紹介いたしました。次回もよろしく。ご視聴ありがとうございました。これで煮魚得意になりましたね。よろしく。